タレント、リューチェル、27が1日、ツイッターを更新し、ネット上の誤解を説明した。リューチェルは昨年8月、新しい家族の形として、モデルのペコ、27と離婚。これからは、夫と妻ではなく、人生のパートナーとして、息子の親として、今まで通り家族で暮らします、などと夫婦関係を解消すると発表した。二人の間には18年7月に長男が誕生している。しかし、ネットニュースなどで、リューチェルの姿が掲載されるた。意に、そのコメント欄では、子供を大切にしていないのでは、といった旨や、新しい家族の形を疑問視する声が多く上がっていた。リューチェルはツイッターに1枚の画像を掲載、顔を隠した長男がカラオケをする写真を背景にし、以下の文章を記した。真実ではない記事や情報が出回る中、きちんと信じてくれて理解してくれている方もいますが、改めてお伝えさせていただけたら嬉しいです。私たちは以前お伝えした通り、もう夫婦ではありません。そして私は、テコが今後これから進んでいく人生を自分の思いで縛ったりするつもりもありませんし、テコがこれから進む道を心から応援しています。そして、この子の親を辞めたつもりはありません。辞めることなんてできません。なかなか子供に関しての投稿をしておらず、丸。で一切子育てをしていないように思われてしまうことはもちろん私のせいでもありますので、上手に見せることができず心配をかけ誤解させてしまい申し訳ありません。今日はテコが地元のお友達とバーベキューに行ってきたので、子供と一日過ごしたんだけど、カラオケが上手になっていました。私の大切な息子は、夏に5歳を迎えます。大好きだよ、ずっと。